FC リフ勝手に応援チャンネルスタジオ。今日もカラオケからだぜ。FC東京にいるからね。これシティボーイだからごめんなさい。FC岐阜対、長野パルセロと、はい、6時からのね、はい、試合なんですけど、1時間半ずれて、はい、19時半ということで、雷雨がね、今長野ではすごいみたいで、まあまあ雷だけはお気をつけくださいと。はい、いう形でございますけども、なんとか試合はできたと、うん、下手したらちょっと中止になるんじゃないかっていう、ね、はい、状態でしたけども、今日は、長野との試合、まあやっぱりね、長野って言ったら天敵いますから、長野もよく見る選手ったら大体三打でしたっけ、大体三打が絡むようにってます。そうですね、サンダにはお気をつけくださいと、はいはい、いうことで見ていきましょう。長野もね、結構グランパスからさ、豊田選手がちょっと、はいはい、あの将来性のある生きのいい若手を補強してるからね。逆に岐阜は結局今のところですけど、まあ、夏の補強はねないけど、まあ、逆にこのメンツで1年いきましょうっていう、はいはい、感じなんだろうね。ぬかちゃんのね、調子が上がってきているから、まあ、そこにかけてるのかなっていう部分も。なるほどね。他の選手もね、もっとあのコンディション上がってくれば、コンディションとかまあまあ成績もね上がってくれば、はい、浮田とかもそうだけど。浮田ね、最近出てないですから、ね。そうなんだよ。もうちょっと見たいんだよね、浮田健生。しっかりとした先発ないよね。途中出場ばっかりだもんね。頭から使ってもいいんじゃないのっていう選手だよね。おお、藤岡ゴー、久々のゴー、プリンス決めたね。おお、アウトサイドでズドン、アウトサイドボレー、結構難しいボールだよあれ。モギシュのキックをウドカチェがバックヘッドでスラして、それをダイレクトで藤岡ゴー、すごい、ナイスゴー、ベストキットボールですね。ベストピックミスター宮城もびっくりですよこれ。あれ、うわー、サンダだ、出たサンダ、出た、まただよ。この間のあれでも長野戦でも決めてました、決めてたサンダね。もうサンダって名前めっちゃ見るもん。もう見たって読まないですもんね。そう見たかと思ってたけどサンダなんだって。東映見た戦とかのあれで、そう、都営三打線って呼ぶわ。いやまた三打かよ。何なんだろうね、同じ選手にばっかりやられるこの岐阜のこの体質というか、あの有馬とか、そうやられすぎてそのチームの選手覚えるもんね。おいい、おいよ、よーし、取り返した、いいね。誰、遠藤、出身遠藤源一、源ちゃん、いやすぐでしたね、これすぐだったね、ドサンコ。はい、いいよ、ナイスドサンコ。ねえ、旭川というね、北海道の中でも、もう豪雪地帯からやってきたねえ、FC岐阜での初ゴール、安心してください、入ってますよ。いや、見たら分かりますよ。安村さんも旭川ですから。ああ、そうなんですか。そう、いやー素晴らしい、 いいですよね。ねえ、初ゴール出て取られて取り返すっていうのが一番いいですからね。これは後半期待できますよ。遠藤源一のゴールが決まったということは、もうあとは守りきるだけ、安心してください、守ってますよ。使ってってください、これ俺じゃないけど。世界の安村さんのやつですから。そう、世界的スター、世界的なスター。シーモとかさ、隣の女の人、シーモ、はい、シーモ、あの多分クレヨンしんちゃんの映画の主題歌だった。今クレヨンしんちゃんやってるからな、はい、かもしれない。そういうこと見に行きましたよ、ね。マジで面白かった。あ、まあ結構面白かったですよ。へえ。一番すごいのは空気階段の2人が声優うますぎますって。あ、そうなんだ。忘れてましたもん、うますぎて。あ、
ってエンドロール見た時にあそうだそうだと思って。だいたい芸能人やった時さ違和感あるじゃん。めちゃめちゃあります、ね、それあんまないみたいな。いやすごかったです。もぐらさんもかたまりさんもめっちゃうまくて。へえ。芸能人がやってうまかったっていう人あんまりいなくない？あれさコナンの映画で一回11、なんかストライカーのやつで、中村健吾とか奈良崎とか、はいはいはい、三浦和とか遠藤が出て、うん、いやもうこれが棒読みすぎるっていうもっぱらの評判でしたね。特に遠藤声でその感情を乗せるっていうのがやっぱ違うんじゃない？数は結構まあまあそれなりにうまかったんです。遠藤がちょっと精度を欠いてましたね。やっぱり基本クレバーな人だから。その試合中も感情を表さない人じゃん。むずいんでしょうね、その声に乗せるのがね。いいよ、あれよ。いやうわぁ、惜しい。いや、今日岐阜いいね。しかも今のシュート、川上、この全体で攻撃してるって感じだもんね。いいよね。攻撃の枚数が多いって。遠藤の源ちゃんが取ったから、俺もってなってんだろうね。俺も取りてって。ディフェンスでも点取る人取らない人とか、つぼいでしたっけ、全然点取ってないって。ああ、そうだね、つぼいはそんな取ってこない。現役で通算で1桁だったけど、4点とか2点とか。つぼいはもう1対1に特化したなっていうイメージの選手なんで。あの人、足めちゃめちゃ速いんだよ。へぇ。そう。もう晩年とかそのイメージさ、あんまなかっただろうけどさ、まあ、今でいう長井とか、そんぐらいスピードとすごい。足速いっていう選手だったんですよ。抜かれても追いついちゃうみたいな。いえ、すごい。あこれ、来たー！来たー！村田とはー！ナイスゴールー！いいゴールだった！でかい。でかい。藤岡のパスだね、こう抜け出し良かった、パスも良かった。いや今日はね藤岡のキレキレだよこれ。このスルーパス、ドンピシャのスルーパスにこのループ最高です。いやこれ完璧なゴールですわ。こういうのは見たいんですよね。素晴らしい。3点取ったの久しぶりじゃないですか。久しぶりだ。おーまた藤岡だ。すげえなぁ、こっから量産体制ですか？おぉナイッシュ。いや、今日ケチャドバの日だなぁ。ほんとですよ。いや、いいタイミングで点入れたよね。そうっすね、先生もいいタイミングやって、確かも取られた後にすぐ取って。ちょっと間違えたら、これ本当引き分けで終わってたから、中で入れられてたらどっちかだよね。あ、終わった。やりました、お疲れ様でした。5対1、すごい素晴らしい。今日は FC 岐阜大勝でございます。はいねえ、藤岡と村田斗真がすごい爆発でしたね。いや今日は爆発しましたね。2人で4点、5点、4点ぐらい絡んでる。多分絡んで、ね、しかも絡んだとかで言えば。そうだよね。あとの1本はフリーキックで遠藤源一ですから。素晴らしいっすよ。こんだけ大勝した次の時ってさ、点取れなくなるパターンとかある。まあ、あるある。それだけはないようにお願いしたいと。はい。はい、じゃあ今日の勝手に MVP は、安心してください、遠藤源一です。うわー、藤岡とかではなく、はい、遠藤源一でございます。まあ入団してからね、怪我に悩まされて、はい、はい、戦力なれずと本人はモヤモヤしてたところはあったと思いますけども、ここ最近ね試合に絡むようになって、今日は岐阜に来ての初ゴールと、うん、いうことで、おめでとう初ゴール MVP。 はい、まあね、同じ北海道人として、嬉しい初ゴール見れてよかったです。まあ、次回がね、またホームゲームですから、はい、なんとかね連勝
次勝って3連勝いきましょう。以上 FC リーグ勝手に応援チャンネルでした。